まさか、お前が魔王だったのか。言うよ、生きてこの城にたどり着くとはな。倒す。お前のようなポンコツにやられるわけがないだろう。俺のエクゾードフレームで焼き尽くしてくれるわ。それはどうかな。何？バカな、ステータスがカンストしているだと。必殺エクスカリブアーモルガーン。うわー。という夢を見たよ。いや、愉快痛快な夢だった。どうでもいい夢ね。改めまして、私は武器屋の店主のフランです。私は勇者のユウちゃんだよ。今回は、ぐねぐねと曲がった波場を持つ、フランベルジュやクリスなどを解説していきます。フランベルジュって、お姉さんの名前は、フランベルジュだよ。そうなのよ。私の名前はフランベルジュです。マジで。最初に私の名前を決めるとき、武器の名前にしようと思って、フランベルジュから取ったんです。そうだったのか。私はてっきり、フラン・ケンシュタインかと思ってたよ。そんなリビングデッドな名前じゃないのよ。実は、私の名前の候補には、フランベルジュの他に、クリスもありました。どっちにしようかってことか。でも名前がクリスになったら、ポケットの中で戦争しちゃうんじゃないかって不安になるよ。そうね。確かに、そういうイメージが強いわね。私の見た目の雰囲気から、なんとなくフランという名前に決めたのです。なるほどね。フランって、オフランスなイメージがするよ。でも、コンティニューできなさそうな名前ではあるけど。実際、フランベルジュとはフランス語です。しかし、このような波場の刀剣は、フランスだけでなく、ドイツやスイスなどにもありました。ってことは、どこかの国限定の武器ではないってことか。おまくに仕様ではないってことだね。そうね。フランス語で、フランベルジュと呼ばれた剣は、ドイツ語では、フランメシュベルトと呼ばれています。フランは炎という意味です。ほう、なるほどね。この剣が、炎みたいな形しているからフランなのかな？そうだと思います。このフランベルジュは、両手剣です。そして活躍したのが、1500年頃です。1500年か。ってことは、命知らずの傭兵どもが使った剣なのでは？うん。ドイツ傭兵、ランツクネヒトや、スイス傭兵が使った両手剣なのです。やっぱりか。西暦1500年頃の戦いの事情は、これまで何度も解説しています。解説しすぎてるよ。当時は、主に、フランスとドイツが戦っており、フランスは、スイス傭兵を雇って使っていました。一方、ドイツは、自国で傭兵部隊を作って戦っていたのよ。ふむふむ。当時の傭兵は、近接武器として、両手剣を好んで使っていました。特にドイツ、神聖ローマ帝国の傭兵は、両手剣大好きマンでした。大好きマンだったのか。スイスの傭兵部隊の間では、両手剣使えなくね？そういう風潮があったようで、早い段階で両手剣を捨てております。リアル世界の両手剣は、スパーマもついてないからね。いわゆるツバイヘンダーっていう剣です。これは、英語にすれば、トゥーハンデッドソード、両手持ちの剣という意味です。フランベルジュは、その足ということになりますね。結局は両手剣ってことか。形はツバイヘンダーと同じで、刃だけが波場になっています。なんで波々にしたのかな？わからないわね。でも、柔らかいものを切るときは、波場の方が優れています。確か、スパイダルコのナイフも濡れたロープとかを切るときに、波場が力を発揮するんだよね。そうね。ただ、直剣と波場、どっちで戦った方が強いのかと言われても、わかりかねます。フランベルジュは研ぐのが大変そうだし、何かとコストがかかりそう。もう一つの効果として、フランベルジュの波場で敵の剣を弾いたとき、敵の腕に振動を与えることができます。振動？敵の剣がフランベルジュの刀身を滑っていくとき、波場でガタガタします。その振動が敵の腕に伝わるのです。おう。そのガタガタの振動で剣をポロリと落としちゃうとか。わかりません。そのくらいのことで剣を落とすのかどうか、効果があるのかないのか。ただ、不愉快な振動を与えることができるらしいです。また、剣が滑るスピードが遅くなるので、そこの技として使ったのかな？そうなの？詳しくはわからないけど、フランベルジュには、そういう特徴があります。でも確かに、刃が並々になっていればガタガタするわな。あとは、波場の方が相手に大怪我させるという話もありますが、当時の装備を考えて、どの程度有効だったのか、わかりかねます。実際に切ってみないとわからない。こういうふわふわした布の服を着るなら、波場の方が良さそうには思えます。
それにしてもドイツの傭兵にはランツクネヒトって名前があるのに、スイスの傭兵には名前がないの？特にないです。英語ではスイスマーセナリーと言って、そのままスイスの傭兵という名前です。フランスではギャルドスイスという名前で呼ぶようになります。ふん、そうなんだね。でもギャルドスイスは英語にするとスイスガードという意味で、何の変哲もない普通の名前です。普通の名前だな。とは言ってもランツクネヒトも普通の名前です。ランツは国を表し、クネヒトは男の召使いという意味ね。日本語にすると国家の使用人とか、しもべ、召使いという意味ね。え、それって公務員ってことですか？ランツクネヒトは名目上ドイツ神聖ローマ皇帝直属の傭兵部隊です。そういう意味では公務員という言い方も間違ってはいないのかと思います。ふーむ、そういうことか。ただし副業も可能な公務員です。副業、かっこ略奪ですか？雇い主を自由に選ぶこともできます。クリスについて見ていきましょう。これも歯が並々になった武器です。これって作るの大変そうだよね。どこの国の武器なの？実はですね、調べて分かったんですが、クリスとカリスがあります。カリス？クリスはインドネシアの探検で、カリスはフィリピンの探検なのです。これ写真を見ても違いがわからないんだけど。起源はクリスにあります。クリスはインドネシアのジャワ島が起源だと言われています。一方カリスは、クリスがフィリピンに渡って独自に進化したのがカリスだということです。ほへ、独自って同じにしか見えないんですけど。見た目は似ていますが、細かく見ても違いがよくわかりませんね。謎なのか。まずはクリスから見ていきましょう。クリスはインドネシアで9世紀頃にはあったと言われています。というのも、ボロブドゥール遺跡の石像がクリスを持っているからです。前で偉そうに座ってるこいつが持ってるやつか。13世紀頃には貿易でインドネシアだけでなく東南アジアで広く流通したようです。特にジャワ島の男性は必ずクリスを携帯していたということです。なるほど。そういえばカランビットナイフもインドネシアの武器だったような。あれと似た感じなのかな。カランビットナイフはスマトラ島の武器だったわね。武器というよりは稲刈り用の農具に近いアイテムでしたが。そうだった。クリスは農具ではなく戦士が使う武器だったと考えられています。もちろん日常生活での護身用の武器でもありました。それから身分を表す意味や儀式、儀礼的な意味を持っているのです。ほう、戦闘用の剣ってことか。探検なのでメインで使う武器ではなくサブウェポンです。脇差しのような立ち位置の武器ですね。探検は一本所持していると何かと便利なんだよね。古い時代、クリスは波場ではなく直剣だったということです。波場になったのは近代になってからだと言われていますが、詳しく何年からというのは調べてもちょっとわからなかったです。謎か。クリスを鍛冶屋で鍛造する際、ヒ素などの毒を盛り込んで作ることもあったと言われています。え、それって完成品に毒を塗るっていうより製造段階からってことらしいわよ。毒を注入したクリスは致命傷を与えることができたそうですが、その製法は秘匿されていたということね。秘密だったのか。波打った蛇のような刃と毒を持つイメージからなのか、クリスナーガと呼ばれることもあります。ナーガとはヒンドゥー神話に登場する蛇のことです。インドネシアってヒンドゥーの国なの？現在ではイスラム国家であるインドネシアですが、もともとヒンドゥー教が先に伝わっていました。13世紀過ぎた頃にイスラムが入ってきたということね。それまではヒンドゥーの国でした。なるほどね。クリスはただの武器じゃなく、儀式的なオカルト的な意味合いの強い武器です。これを作る鍛冶屋は特殊なスキルが必要だと言われています。ただ鉄をぶったたけばいいってもんじゃなさそうだね。物理的、精神的、魔力的な、なんだかそういうスキルが必要らしいわよ。5度くらいの鍛冶屋スキルがないとダメかな。クリスの殺傷力は非常に高いのですが、戦いの中で壊れてしまうことも多かったということですね。ふーむ、そうなんだね。戦士たちは複数のクリスを持っていたと言います。戦闘用、保存用、鑑賞用ですね。さすが戦士だ、わかっているな。冗談ではなく、本当に複数のクリスを持っていました。次はカリスを解説していきます。どう違うのか。どうなのかな？見た目とかはほとんど同じに見えます。ただ、クリスよりも大きいみたいよ。
大きさの違いか。でも、写真で見てもあまり大きさ変わらない気がします。ただ、装飾に関しては、インドネシアのクリスの方が細かくてカビな印象ですね。確かに、特殊スキルがないと作れないだけのことはある。クリスの方が先端までしっかりとくねくねしてますね。クリスは根元の辺しかくねってないね。フィリピンのカリスにも直剣と波場、2つのタイプがあります。この写真にはモロカリスって書いてあるけど、モロって何度？モロはフィリピンに住んでいる民族の一つね。スペインがフィリピンを植民地にしたんだけど、モロは先住民でスペインと戦ったのよ。モロ戦争といって300年以上続いた長い戦いでした。長すぎる。きっとこの戦いでもカリスが活躍したのでしょう。これはモロの旗ですが、カリスが書いてあります。本当だ、どう見てもカリスにしか見えん。クリスやカリスは国や州のシンボルマークになっているのです。その国にとっては伝説の剣みたいな扱いなんだな。武器屋のお姉さん。というわけで、並々な歯を持つフランベルジュとクリスの解説でした。ところでさ、お姉さんの名前は武器から決めたってことだけど、私の名前はどうやって決めたの？適当に決めました。なんでだよ。5分くらいで決まりました。早すぎる。時間の使い方を誤っているな。でも元ネタとかさ、いろいろ候補があるんでしょ？ところがどっこい。どっこい。特にないです。なんということだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。